ビスタヒエーベルソルビスターバーサーはニューメキシコ州のカートランド類層のハンターウォッシュブ層から報告されているティラノサウルス浄化に属する恐竜の属の一つ生体と亜生体の標本が発見されている全長約9メートルに成長したビスタヒエバーソウ等とも表される亜生体とのサイズ比較ビスタヒエーベルソルの最初の標本アマン1131は 部分的な頭骨と体骨格で1990年にカー・ペンターとレーマンによりアウブリーソドンとして記載された。1992年に発見された追加の標本 NMMNHP-25049 は亜生体だった。さらに1998年にほぼ完全な頭骨が発見された。トーマス・カーとトーマス・ウィリアムソンはこれらを再調査し、2000年に アウブリソドンではなくダスプレトサウルスの新種ではないかと指摘した。2010年にカーラはこの標本はやはりダスプレトサウルスでもないとし、新属新種ビスタヒエーベルソルセアレービスターバーサーシーレイアとして再記載した。名前の由来はビスタヒの取れる場所を意味するという地名と古代ギリシャ語で破壊者を意味するエバーサーの組み合わせでビスタヒの破壊者という意味である。 モシキシュビーシー令和の種称名は古生物学者、h g c d への懸名である。ビスタヒエベルソルの子孫筋にあたるティラノサウルス科は、大きな脳、大きな救急、細長い下牛管、および脳と感覚器を取り囲む、頭蓋内副鼻空を備えていたことがわかっている。しかし、蒸気の特徴が進化の、どの段階で発達したのかはわかっておらず、よって、マシューマー君らは、 研究に際して発達した脳や感覚器は体格の大きな仲間でのみ発達したかもしれないと予測を立て研究に臨んだ。その研究の中で本種ビスタヒエベルソルが重要な研究材料として用いられた。研究によるとビスタヒエベルソルは派生的なティラノサウルスか赤に似た脳や感覚器を持っていたことが判明した。これによりティラノサウルス上化では 内耳の発達したティムールレンギア副鼻腔の発達したビスタヒエベルゾル聴覚と嗅覚が共に発達したティラノサウルスの流れで進化が進んだことが示されている。ウォールマウントで展示された化石ビスタヒエベルソルに固有の特徴として上下に高さのある尾骨が挙げられる。この形質はより派生的なティラノサウルス類には見られないとされた。また、 64本もの多数の葉、目の上に開口部を持つこと、下顎に沿って高市場を持つことも他のティラノサウルス類と異なっているとされた。復元図ビスタヒエーベルソルは被災時の系統解析でティラノサウルス化には含まれないとされたが、2013年のマイクローウェーンらによる再解析では、ダスプレトサウルスよりもティラノサウルスに近縁であり、ティラノサウルス化どころか、 ティラノサウルス赤に内包されると結論付けられた。ピスタ・ヒエーベルソルは、リトロナクス、テラトフォネウスと共に、アメリカ南部系のティラノサウルス類とされ、北部系ティラノサウルス類よりも葉の本数が少なく、パートによって大きさがかなり異なる、等の特徴を共有していることから祖先を同じくする動物と考えられている。南方系ティラノサウルス類は、 ロッキー山脈のような地理的な移動障壁によって、より派生的な北のティラノサウルス類とは分断されていたと言われている。しかし2016年に、ステファン・ブルサッテとカーが再度解析を行った結果では、ビスタヒエベルソルは、やはりティラノサウルス化ではないと結論付けられた。ありがとうございます。